です。アイドルレボリューション、はい、どうもこんにちは、サルウィンです。トラドルの実況をしていきたいと思います。いやー、残すところもあとわずかとなりましたね。IR も終わり、現在は IR の、チャンピオンシップトーナメントを開催しているところですね。今日は何をするかと言いますと、まあガチャパートとかそんなやつですね、俗に言う。なんだかんだで、でも今日あれなんですよね、また新しく交換所が切り替わるので、何が追加されるかちょっと楽しみですね。あと2回交換所が切り替わるんで、多分どんどん安くなっていくんじゃないかという私の予想は当たるとは思うんですけどね。あとはなんか追加要素というか、個人的にはね、ディスクが欲しいところですね。とか言ってる間に、このそろそろ、そうだ、動画の投稿ペース上げないとなんていうか、ズレがやばいかな。なのでちょっとあれですね。で、ちょっとね、やっぱりアイドルランク16段は間に合わなそうですね。このペースでやってると間に合わないかな。とはいえさすがにちょっとね、いろんなものを犠牲にしてまでそこまでやる元気があるかというと、そうでもないです。残念ながら、全力でとは言いたいんですけどね、なかなかね、仕事もあったりとか、体調が悪くて寝てたりとかね、なんかそんなんでね、結構時間取られちゃうんですよね。そう、ストリートセッション、前回、とりあえず今ね、4勝2敗なんですけど、前回のやつね、全く取れませんでしたね。すっかり忘れてた。なんかやり忘れてるなと思ったんですけど、これ取り損ねましたね。なんとかね、UR リーグ5位に食い込みましたね。頑張りましたよ。頑張りました。まあ、マッチング的に多分割とね、まだ良かった方なんでしょうね。あんまり、なんか、まあ確かに結構まあ見慣れた名前もあるんですけど、なんとかなりましたと。まあちょっとね、これは取り損ねたのは失敗だったかなって感じですけどね。まあなんかあまり後悔はないですけどね。なんか。はい。というわけでね、ガチャ、どうしようかな。ガチャの前に進化したいかな。進化させてください。レッスンしましょうか。はい、じゃあまず進化パート。多分これ、ムービー入んのかな。どうなんだろう。やってなかったんで、これ、いきますね。おぉ、せや。せやったー。めんどくさい。めんどくさいって言っちゃった。ちょっと後回しでいいかな。全然急ぎじゃないんだよね。あれ、なんか間違った。やみちゃん。え、なんやこれ。なんか、進化にしていくか、そういうこと、ね、レッスンしましょうか。っていうことで、まずね、鍵結構溜まってきたんで、鍵使うのと、あとね、モモの SR を進化しようかなと思います。でも SR か、いやー、だったら、SSR の方がいいか。いや、でも SSR でヤニちゃんがまず終わってからじゃないとやれないか。一応ね、トライブツアーの、ボーナスステージのラストが UR キャラチケットもらえるところがあるんで、そこはちょっとね、頑張っていこうかなと。この闇ちゃんにしようかな。こことここね、とりあえずイラスト変わるとこ重点的にね、ちょっとね、やっていきたいんですよね。せっかくなんで。まあ、スペックなんか後回しですよね。やっぱイラストが見たいと。ですです。ここでいいかな。ここね、結構このね、イラスト変わった後のね、これいいんですよ、結構。学生から。だいぶね、鍵も大盤振る舞いですからね、しかもスカイライブでも結構手に入れてるんで、なかなかですよ、もう16個あるからね、すごいね。当時は考えられない。じゃあ、25%。レッツゴー。でもね、ディスクが足りないんですよ。一応ね、スカイポイントとかも使ったんですけど、はい、ねえ、なかなかですよ、ほんと。よいしょ。
クサクいくよ。うぃー、失敗。次も 25%。 さあ、お、成功した。マジでやったぜ。いや、なんか最近ね、引き弱でですね、ほんと大変なんですよね、いろいろと。まあ、今朝もね、まあ昨日か、86% ぐらいをね、3連続ミスったりとか、その後に 56.7%、約 57% ぐらいを3、4連続ミスって、もうなんかね、レッスン成功しないんじゃないか疑惑がですね、すごい出てたんですよ、なんか。あまりのね、成功のしなさにね、どへこみしましてね。おお、行くね。行くね。不思議ですね。レッスンの成果が一気に現れました。一気に来たね。あと一回。どうしようかな。覚醒パートと進化、あ、だから今回覚醒パートにしようかな。多分結構これだけでも時間かかっちゃうから。で、次が進化パートかな。で、その後にガチャパートやろうかな。うん、そんな感じでいきましょうか。いや、これ逆だったんじゃないかっていうか、あれね、ガチャで引いたやつによってはそれを進化するパターンあったんじゃないっていうね。はーい、 50% ね。 50% ね、ほんと 50% だよね。何言ってんだって話だけど、ほんとなんか 50% って嫌い。さあ、来た来た来た。まあ2V1 取れたから、まあいいか。不思議。で、次がまあ一応だから進化の予告もしておこうかなって感じだよね。てか、ヤミちゃんまだ全然だね。まあここはいいんだけどって話か。あ、で、このここから先はいいんだね、終わってるやつだね。うん、だからあと1、2、3、4、5、6枚か。なかなか。ヤミちゃんだけでもフル進化したいけどね。うん。あ、眠い。てか結構寝たんだけどな。ほんとなんかトラドルイコールあくびっていう感じかな。もうこの BGM 聞いただけで眠くなっちゃう。Yes。不思議ですね。レッスンの成果が一気に現れました。さあ、サクサク行こうか。よいしょー、イエース、 75% いいね。さて、こっからは 100% だからね、何の気兼ねもなく使っていくよ。ちゃんでイラストカードでここだけかな、確か。ここだけは弱く。ふぅ、ほんとダメだね。そんなに退屈してるわけじゃないんだけどね。あとイラストは多分変わんないんだよね、残念ながらね。というわけで、残りはじゃあ結構他のカードに使えるわけじゃないですか。ちょっとモモ見てみるか、モモ。モモを6枚やんなきゃいけないから、結構大変。モモに関しては2回誕生日来てるんだよね。うん、そこ結構重要でさ。あれ、ヤミちゃんが消えてないね。ここ確かもう1枚持ってるんだけど、そうだね、保留してるんだよね、スキル的な。もういいか、削らなくていいか。そのまま覚醒に使っちゃって。てか、イラスト変わるとこって、あ、ここだね、ここへまずやりたいね。ここあと3個か。で、ここもイラスト変わるのかな。てか、モモの進化カード何枚持ってるかもチェックしとくべきだよね。レッスンしましょうか。多分
バースデー以外モモは進化してないはずだからこの2枚かってことは確か6枚ぐらい必要だからあと4枚進化しなきゃいけないのか大変うんまあ SR も込みで考えりゃいいかなうんそうだねあとどこがいいかなってかイラスト変わるとこは多分あんまりないのかあこれ変わる人だねああ変わんないか木からあんまんじゃないかキカランマン、ここ変わんのか。あ、キカじゃない、こんなに。演歌、ランマン。そんな感じか。1、2。あ、ここも変わるね。3、4? かなぁ。でもなんかもうそんなにモモに、ちょっと待ってね。モモにそんなに、ちょっとこれ後回しでいいかな。やっぱり、ちょっと闇、先にやっぱガチャ回すべきな気がしてきました。うん。というわけで、じゃあ一回ここで、じゃあ終了しましょう。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。